では平行線と線分の比勉強していきましょう今回の重要点は3つですまず1つ目これが一番大切ですこの図のように平行線と2つの直線が交わっている時に A:B=C:D 対 B イコール C 対、D、が成り立ちます他の重要点を見る前にねこれについて早速この問題を使って見ていきましょう次の図で x の対応を求めようと正しい3つの直線 LMN は平行であるよと 1見てください。これとほとんど同じ状況ですよねこの時何が言えるかっていうと4対 x イコール6対 x 6 8が言えます。だからね1で x の値を求めるにはこの今立てたね比の式を計算して x の値を求めるだけですそしたらね中かけたやつイコール外かけたやつなんで 6×x 4×8 ですよね。そしてあとはね両辺を6で割れば約分して x イコール3分の16と求まります以上のようにですね平行線と2つの直線が交わるとき a 対 b イコール c 対 d が成り立ちますじゃあ次重要点の2つ目です見えにくい形でも直線を動かせば見えやすくなりますこれ何言ってるかっていうとね括弧に見てみてください 過去になんかちょっとややこしい見えにくい形ですよね。さっきのカッコ1みたいな時は、ここ対ここが、ここ対ここってすぐ見えたんですが、カッコにはちょっと見えにくいです。でもそんな時でもね、どっちかの直線をズズズと動かせば見えやすくなります。例えば今回で言うとね、この直線を動かしてみましょう。この直線をズズズズズズズって動かすと、こんな感じでね、見えやすくなりますよね。 この形ならねさっきのッコ1のように4対6イコール x 対5.4と比の式が見えてきますそしてあとは計算するだけですねやっぱり中かけたやつイコール外かけたやつなんで6かける x イコール4かける5.4ですそしたらねまた両辺を6で割ってこっちの約分5.4と6なんでね1と0.9にできますよね 5.4÷6 は0.9です そしたら分子 4×0.9 計算して x=3.6 と求まりますこれでね問題は解けたんですが3つ目の重要点なんでこの平行線と線分の比が成り立つんやっていうのもね最後にさらっと確認しておきましょうこれはなんでかっていうと結論を言うと平平行行線を動かかせばなな三角形形と辺の比の比になるからです。これ何言ってるかっていうとね例えばこの直線をこっち側にねズズズズズって動かしていってみましょう そしたらね、こんな感じですよね。そしたら、ここに三角形ができてますよね。取り出して書けばね、こんな感じです。で今ね、こことここが平行なんですね。この時、どんな辺の比が成り立ちましたっけっていうと、A 対 B イコール C 対 D が成り立つと。これをね、平行な三角形と辺の比、その2のところでやりましたよね。何言ってるかわからん場合はね、それを参考にしてください。 つまりね、この図より A 対 B イコール C 対 D が成り立つんやから、元の図でもね、A 対 B イコール C 対 D が成り立つということです。ということで、平行線と線分の比、OK でしょうか重要点3つ、しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。